はい、音も大体調整しました。ノイズが入ってるであろうところも、削りました。で、最後なんですけども、ドラムを録音しながらちょっとアレンジを変えたんですね。そうすると、バックと合わなくなるんですけども、主にギターですけども、ギターを、ちょっと修正します。まず聴いてください。ただひと言どうかせよ、ただひと言どうかせよ。分かりますか？最後ドラムだけ叩いてます。ここがバックと全然合ってないんですけども、これをちょっと、いじって、うまいことつなげます。できたらまた見てください。それでは合ってなかった分が、つなぎましたんで違和感なく仕上がってます。聞いてください。はい、ということで、おそらくわからなかったと思います。ということで、これで一通り編集は終わりです。はい、それではできましたので、とりあえず、聞いてもらいます。蜃気楼になって現れる。ささあたやを抜こうとせずに走り続けているけれど、胸の奥に沈む痛さを見つめて、孤独と戦う侍は色とりどりの出来事はいつしか儚さになってこだまする。違いを知り遠くを見つめて走り続けているけれど、ちぎれたままの刹那を見つめて、寂しさと戦う侍は己が信じた羅針盤を目がけて走ろう。ただ一言突破せよ、ただ一言
沈む痛さを見つめて、孤独と戦う侍は、己が信じた羅針盤を目がけて走る。ただ一言突破せよ、ただ一言突破せよ。ということで、聞いてもらいました。やりかけたら結構こちょこちょ凝ってしまいましたが、こんなにしっかりしたデモを作るつもりはなかったんですけども、聞いてたらね、ちょっとやっぱり歌がね、作りたてなんで、微妙ですね。ドラムもね、ちょっと微妙ですね。さっき考えてね、こう軽く撮るつもりで撮ってたんですけど、まあ思ったよりはなかなかいい曲になったかなと思ってます。はい、ということで、今日もこちょこちょと、作業を見てもらいましたが、面白かったのかどうかどうなんでしょうちょっと分かりませんけれども、まあいろいろこんなことをして、ゴールデンウィークを過ごしています。もうしばらく出歩けない状態が、続くかと思いますんで、この調子で、たくさん曲を作っていこうと思いますので、ぜひまた応援よろしくお願いします。どうもありがとうございます。それではバイバイ。